ちは。こんばんは。こんばんはじゃない。こんにちは。昨日の夜は昨日の夜何食べたと思いますか。逆に聞いてみる。昨日は夜の9時過ぎぐらいにショールームしてたんですけど、めちゃめちゃ配信してる時にものすごいお腹が鳴ってて、ものものすごくお腹が鳴ってて、焼肉食べたい焼肉食べたいってずっと言ってたんだけど、結局何を食べたでしょうか。ラーメン、グミグミ、グミはないな。カニクリームコロッケ、カニクリーム言うてでもあんまり食べたことないかも。昨日は結局ショールーム終わってからすぐ友達に連絡して、今どこって言って、で友達がちょうど近くに住んでる友達がいるんですけど、ちょうど空いてたんで、お願い焼肉めっちゃ食べたいんだけどお願いって言って、で私の家の近くに12時まで空いてる焼肉屋があるので、歩いてそこ友達には来てもらって、歩いて行って、という感じの一日で締めくくりました昨日は。だから結局焼肉を食べました。あ、でも結構がっつり食べたかも。結構がっつり。一人焼肉の焼肉ライクがおすすめ。ね、なんか焼肉ライクさ、すごい一人焼肉で有名だよね。
くなんか家でね焼肉する手もあったんですけどね、もうやっぱどうしても焼肉屋さんの焼肉、なんかさ焼肉屋さんの焼肉とさ家でやる焼肉ってまた変わってくるじゃん。また変わってくるから、どうしてもおうち焼肉が食べ、おうち焼肉はしたくなくて、そう焼肉めっちゃ美味しかった。でも焼肉食べたい、また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 焼肉が食べたいですね。でもなんか多分チェーン店なんだけど、そうなんかチェーン店の焼肉初めてのところに昨日は行ったんだけど美味しかった。どう言ったっけ、なんか店舗あるけど、店舗ある結構いっぱいあるね、結構いっぱいあるから行っていいか、まあいいや、やめとこそう、焼肉を、え、泣いてない、でもねすごい鼻水が止まらないんですよね最近。全然泣いてるとかじゃない。月曜日は仕事休みです。最高じゃん。月曜日仕事休みってさ、だいぶあれじゃない？だいぶなんか優越感に浸れるくない？わかんないけど。だってなかなか月曜日仕事休みですの人いなくない？月曜日も仕事休み、なんか3連休でさ月曜日も休みの時ってさ結構最高よね。なんか3連休とかで月曜日休みで火曜日からまたなんか働くってなってもさ、なんだろう、今日が火曜日って事実だけですごい頑張ろうってなるかも、うちだったら。え、感じない？マスカーでも。
もう月曜日学校とかすっごい憂鬱だったもんねなんか日曜日最終便とかでお家帰ってきて、月曜なんか12時過ぎぐらいに家帰ってお風呂入って寝てとかしたすごい月曜日学校行くの嫌だった。前髪切りたいの。前髪切ろっかな。前髪。前髪チョキチョキしようかな。ごめんなさい。すいませんね。なんか前髪伸ばそうかなとか思ってたんだけどさ、結局切ります。聞いてくれてるだけで嬉しい。嬉しい。ありがとう。あ、結構伸びました前髪。見てください。形がなんか違いますけど。どうしよう。どんくらい切ろうかな。え、飲んでない。ね、あんまりなんか居酒屋とか焼肉屋とか行ってもなんか飲まないかもしれない。いつもだいたい居酒屋とかご飯屋さんで何か飲み物頼むときはだいたいジンジャーエールかカル、もうカルピスはね、私がカルピス好きってこと、もうみんな分かってると思うんですけど、ジンジャーエールも結構好きなのね。だからジンジャーエールかカルピス飲みますね。ビールはないね。ビールはね、飲めないんですよ。宮里さんはビール、一回頑張ってビール
一杯ジョッキ半分ぐらい飲んだことあるんだけど、全然飲めなかったね。なんかってちょっとなんなら頑張って飲もうと思って頑張ってたけど、すごい吐きそうでした。めっちゃ吐きそうだったから、まだビールはね、ビールはまだダメかな。ジンジャーエールはね、辛口はあんまり好きじゃなくて、あの甘口が好き。絶対辛口もなんか飲めないことはないんだけど、なんかね、生姜味強すぎてあんまり好きじゃない。ね、オリオンビール飲んだことないんだよね。オリオンビールめっちゃ飲みやすいって言うよね。はい、まだお子ちゃまということです。まだまだお子ちゃまですね、私は。トールとカールの屋上で飲んでたのは、あれはクラフトビールって言って、なんか甘いビール、甘かった。あれはでもなんかビールの割にはなんか飲みやすいなと思ったけど、でもあれを全部飲めるかって言われると頑張らないと飲めないかなぐらい。根本的にきっとビールが多分まだ飲めないんだと思う。でも結構さ、最初の乾杯一杯目はビールとか多いじゃん、結構。でさ、私と一緒ぐらいとか、まあ一つ二つ上とかの子でもさ、乾杯するときはビール飲んでたりする人とかいるから、うわいいなって思う。うちも乾杯一杯目はビールとか言ってみたい。確かにビールって種類いっぱいありますよね。待っててね。
サミを探してきた。ハサミが行方不明。だったので。前髪を。今からチョキチョキします。なんか前髪伸ばそうかなってさ、こんぐらい伸びてきた時にいつも思うんだけど、もう結局ね、切っちゃうんだよね。前髪さん、はい、前髪切ります。恒例行事。どんぐらい切ろう。眉下ぐらいまで切ろうかな。定期イベントですよ。割と伸びてるね。こんにちは。あ、そう、今日はちょっとこの後行くところがあるので、行くところがあってできなさそうだから先にやってます。なんとも言えない、なんかおやつの時間にやってる。おやつの時間じゃん今。前髪切るよ。どうしよう、待って、前髪切るの意外と久々すぎてなんかちょっと緊張する。大丈夫かな。行きます、行ってきます。あ、ちょっと待って。どうくらい切ろう。結構がっつり切ろうから。いったんじゃないですか。あ、でもそんな言うてじゃない。なんかジグザグなってんね。ジグハグジグザグ。から修正して綺麗な前髪に。ね、バランス悪かったね。ちょっと綺麗にし直します。
どんな感じ？いい感じになってきた。でもこの辺がちょっと気になるね。いいわね。あ、ちょっと暴れてる。もうちょっと切るか。どうかな。いい感じになった。やっぱ前髪は短い方がいいな。私は前髪は短い方がなんかキリしてますかね。こんな感じで。なんかさ、ここ側がさ一番あの自然光側、あの光が入ってくる方だからさ、そう、ここでやるとね昼にめっちゃ漏れるんだよね。漏れスポット。漏れスポットでございます。なんか暇だから歌おうかな。そうだよね。でも普通に考えてこの時間帯は お仕事の人が多いもんね。
みんなお仕事中か。きっとそうだね。昨日は焼肉屋さんに普通に食べに行った。さっきも言ったけど焼肉屋さんに普通に食べに行きましたね。今日も焼肉食べたい。食べに行かないけど、食べに行かないですけど、今日もできることならば焼肉を食べに行きたい。ゆうちゃんの卒業ソング10年桜歌ってみませんか。いいよランディが焼肉言うから焼肉気分が明けません。そういう時はね、焼肉食べた方がいいよ食べた方がいいよ、そういう時は焼肉を。もうね、リラはね、なんか食べたい時は食べたいしこれ食べたいと思ったら絶対食べちゃうしね。もうあんま我慢すると結構ストレスとか溜まっちゃうし、もう私はストレスフリーな生活を今さしすぎて、なんか人に指図とかされたらすごいね、めっちゃストレス溜まるかも。肉はね、何も冷凍保存とかはしてないかも。してないですね。なんかね、しようと思ってんだけどね、なんかしてない。いつもだ、これもさ、前この話もしたと思うんだけどさ、私一人でスーパーに行けないんですよ一人であんまりスーパーで買い物できないの。なんか何買えばいいか分かんなくて、いつも忘れちゃったりしてできないので、あんまりさ一人でスーパー行ったことない
ね、だから紙にメモしていくのとかがきっと一番いいよね。そう。でも今スーパーで買いに行きたいものはお茶漬けとうどん食べたい。お茶漬けとうどんと、あとうどんのタレ、うどんのタレみたいなやつと買いに行きたい。あとまあ肉もなんか冷凍してできるやつは買いに行きたいなっていう気持ちです。ってことで歌います。その笑顔が眩しい。
十年桜でした。そろぼち、そろぼち終わろっかな。にゃんにゃん。今日3日か。やばい、今からさ外に出るんだけどさ、あ、ちょっと海の水を入れ替えてます。今から外に出るんですけれども、絶対暑いよね、絶対的に暑いよね。絶対の絶対の絶対的に暑いよね。何度なんだろう今。あれ。30度。あれ今日雨降るの、もしかして。曇りかいわ。雨降るもしかして。やば、傘持っとかないとじゃん。皆さん、もしかしたら雨が降るらしいかもですよ。ペットボトルが散乱してる。雨なんだ、よかった。天気予報見てて、予報見ててよかった。雨なんだ。あれ、クーラーのリモコンどこ。最近クーラーのリモコンをすぐなくすんですよ私。あー、ごめん。クーラーのリモコン秒でなくしがち。よいしょ。そうやね、この辺で。ランディは終わりましょうか、終わりましょうか。水、ということでこの辺でランキングを見ます。13位オロロさん、ありがとうございます。そして12位がキングさん、後マークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして11位がイーデックさん、ありがとうございます。そして10位が食べ過ぎ飲み過ぎさん、ありがとうございます。そして9位がオグリン、ありがとうございます。そして8位がグアポさん、後マークおだし、ありがとうございます。そして7位がおいちゃん、ありがとうございます。そして6位が栗原さん、ありがとうございます。そして5位がとしさん、
ありがとうございます。そして4位が夜青龍さん、ありがとうございます。そして3位が 662BPM さん、ありがとうございます。そして2位がたやきくん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして1位がアイスカフェさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。ということで、夕方すごいなんか変な時間だったけど、見てくれたみんなありがとうございました。では私はちょっと用事があるので行ってきます。ではこの辺でさよならんりー、バイバーイ、またねー。